ティグロンは、アメリカ海軍の潜水艦。天地急潜水艦の一隻。艦名はイタリア語で、虎を意味するティグレに、指大字腕をつけたもの。ヨーロッパでは若菜に現れる島模様にちなんで、イタチザメを虎に例える。イタチザメティグロンは1944年5月8日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 1944年7月20日に、チャールズ・エフ・グリシャム夫人によって、命名、浸水し、1944年10月25日に、艦長ハイラム・キャシディ中佐の指揮下収益する。ティグロンは11月中旬に偽装を完了し、ポーツマス及びニューロンドン沖で訓練を行った後1944年の、大晦日にニューロンドン潜水艦基地を出港した。 艦隊音響学校での10日間の訓練後、ティグロンは1月16日に出港する。パナマ運河地帯を経由して、パナマ沖での1週間の訓練後、ハワイに向かい、途中攻撃兵員輸送艦、リバーサイドと共に拡張訓練を行った。2月16日に、新珠湾に到着し、最初の紹介に向けての準備を始めた。3月9日、ティグロンは最初の紹介で、 東、シナ海に向かった。3月19日に、グワムアプラ港に寄港。同地で、エンジン修理のため3日間停泊し、3月21日に、ブルーヘッドおよびブラックフィッシュとウルフパックを組んで、出撃した。部隊は、ティグロン艦長のキャシュディ中佐が指揮を取った。一行は、シーホースと合流し、南シナ海へと進路を取った。部隊は、 日本戦団を迎え撃つため偵察ラインを形成した。シーホースは3月24日に B-24 リベレーターに敵と誤認され、機銃装者を受けた。ティグロンは3月29日に南シナ海で最初の敵と遭遇する。敵の早草を回避するため60フィートの深度に先行したが、前方バッテリー室で小爆発による上下動を感知した。敵機が、 小型爆弾を投下したことによるものであった。この戦闘では損害を受けることなく、ティグロンは中国沿岸の航路帯で紹介を継続した。続く数日間は、味方航空機が発見した輸送船団を追ったものの、結局発見できなかった。4月3日以降は、海南東沖で救助配備任務に就いた。4月5日、ティグロンは、再び、 日本機に爆撃されたものの回避した。4月8日、ティグロンは元の位置に戻るため8キロの距離を引き返し始めた。2分後、ティグロンの艦首の先500メートルの地点に敵潜水艦から発射された魚雷の鉱石らしきものを発見。ティグロンが左に舵を取ると、魚雷はティグロンから50メートルもないところを通過していった。 ティグロンは先行し、無音先行に切り替えた。また、ティグロンはこの日に、この方面に、配備されていた、スヌークと更新しており、スヌークは、同日の7時40分には、北緯18度40分、統計110度40分、北緯18.667度、統計110.667度、18.667、110.667の、 ゼブラと称された地点にいたことを知らせた。これ以降、スヌークの足取りは途絶えた。4月9日から15日まで、ティグロンは引き続き海南島とその周辺で救助、配備任務を続けた後、4月16日夜に、プラタス島に対して5インチ砲で、艦砲射撃を行い、4月18日には、ロックと共に、バスコの市街地に向けて、艦砲射撃を行った。 4月24日、ティグロンは43日間の行動を終えてアプラ港に帰港。潜水母艦アポロによる修理を受けた後、5月19日にサイパン島に向けて出港した。5月20日、ティグロンは2回目の紹介で日本近海に向かった。5月25日、ティグロンはソーフガンと鳥島を発見。また、富士着水した。 イオウ島の第19戦闘飛行団のパイロットを救助した。5月27日、ティグロンはラガーを発見し、5インチ砲と40ミリ機関砲で攻撃した。ティグロンが向きを変えた時、折からの激しい波がティグロンを襲い、3名の乗組員を負傷させた。このアクシデントにもかかわらず、ティグロンは炎上するラガーに止めを刺した。戦闘後、 ティグロンは指定された救助配備の海域に戻った。5月28日、ティグロンは時間から500メートルの場所に富士着水した海軍爆撃機の救助に向かい5名の搭乗員を救助した。次の2日間でティグロンはさらに23名もの遭難者を救助した。その中には5月24日に離水に失敗して損傷したプビーカタリナからの 救援要請を受けて救助した者も,も含まれる。ティグロンはまず16名を救助し、他にも救命イカダがあることを知らされ、夜と9メートルを越す大波という悪条件にもかかわらず捜索を続けた。5月30日、ティグロンは遊軍機の支援の下で捜索を再開し、執念が身を結んで、ついに残る7名の陸軍パイロットが乗る救命イカだを発見し、 激しい波で手間取ったものの、全員の救助に成功した。ティグロンは次のようなメッセージを発した。ティグロンはこの時点で、潜水艦による、パイロット救助の新記録を打ち立てた。6月1日、ティグロンは、伊央島に寄港して救助者を上陸させ、6月3日には、再び紹介海,海域に戻った。任務は、霧とレーダーの不調に悩まされ続けていたが、 それに加えて、右舷側のシャフトから大きなイオンが生じるようになり、少なくとも攻撃に支障ありと判断された。ティグロンは本州南方海域に移動し、6月26日には不時着水した戦闘機のパイロットを救助。続く6分間で別のパイロットも救助した。2日後の6月28日、ティグロンは進路をグアムに向けた。ティグロンは 最終的にこの紹介で合計30名もの人員を救助した。7月3日、ティグロンは44日間の行動を終えてアプラ港に帰島潜水母艦プロテウスによる修理を受けた。艦長がビンセント・イーシューマッハに変わった。7月31日、ティグロンは3回目の紹介で日本近海に向かった。 サイパン島で魚雷を補給した後、救命ステーションに到着する。ティグロンは、本州から100マイルの距離に接近した時に、ソビエト連邦が日本に宣戦線布告したという知らせが届いた。アメリカ軍機が東京をはじめとする日本本土の都市に攻撃を加え、ティグロンは、本州付近で紹介するとともに、ますます多くの日本軍探索機に遭遇することとなった。 8月11日、日本降伏に関する最初の報告書が受け取られたが、ティグロンは、もう2日の間紹介を継続し、相模湾から50マイルに近づき救助艦任務に当たった。8月13日に1名のパイロットを救助。また、三笘ととに、艦砲射撃を行い、無線症予備東大に11発の直撃弾を与えた。8月14日に、 ティグロンはパラシュート降下した別のパイロットを救助し、その日のうちに30分に及ぶ必要なソナー接触を回避したが、それは鳥であったことが判明した。8月15日にティグロンは攻撃停止命令を受け取った。翌日、日本降伏の公式声明が発表された。ティグロンは日本の東海岸を仙台沖まで巡航し、 その後8月30日にベニーズ・ピースメーカーズと共に高校31日に東京湾に経流された9月2日に東京湾を出港9月12日ティグロンは41日間の行動を終えて真珠湾に帰島したその後ハワイ及びパナマ運河地帯を経由し10月初めにニューロンドンに到着した10月末にティグロンは ワシントン DC を訪れ海軍記念日の式典に参加。12月末には、ペンシルベニア州フィラデルフィアで不活性化の準備に入る。ティグロンは、ニューロンドンに栄光され、1946年3月30日に退役した。1948年4月12日に、ティグロンは SS、SSR-419 へ、艦首変更された。6月に、 回収のためニューロンドンからポーツマスへ牽引される。作業完了後11月1日に最終駅し、1949年前半にポーツマス沖で成長を行い新たな任務の北極でのレーダー紹介に備えた。同年夏に第62潜水艦部隊に加わり、後半位対空防衛のための新型レーダー機材及び技術の評価活動を ノーフォーク沖で開始した。評価は1957年まで続けられ、大西洋及びカリブ海での活動をアメリカ軍及びナトー軍との5度の地中海配備を完了した。1957年8月1日、ティグロンは予備役となり11月1日に退役した。大西洋予備役艦隊に編入され、フィラデルフィアに係留される。 1961年2月3日に再度 SS-419 に艦首変更され、ティグロンは1962年3月10日に最終役する。フィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールを呼び、回収が行われ、9月22日にニューロンドンに到着、回復訓練を開始する。11月15日にニューロンドンを出港。 プエルトリコ沖での4週間の成長を行い、12月14日にニューロンドンに帰還、翌年まで同地で過ごした。1963年4月から8月まで、第6艦隊とともに地中海に配備される。その後、ニューロンドンに帰還し、沿岸での活動及び、潜水学校の訓練支援に従事した。 1963年12月1日、アグスマイナス419に艦種変更され、1964年初めには、実験用ソナーユニットが装着された。1964年末まで、海軍水中音響研究所及び潜水学校で、新型機材の試験及び評価を行った。1965年、ティグロンは、 フィラデルフィア海軍造船所で8ヶ月に及ぶ近代化及びオーバーホールが行われた。その魚雷発射艦は撤去され、完全部の2つのコンパートメントには防音処理が施され、新型のブラス3ソナーシステムが装備された。回収が完了すると、アメリカ水中速モトム研究所と協力する研究開発艦としてティグローンは、 長期に及ぶ経歴の残りを満たすための活動を始めた。主として、ブラス計画に関するデータの収集、ソナー及び音響試験に割り当てられ、ティグロンはニューロンドン沖で水中での装置の試験及び、音響電波に関する調査を行った。1968年、ティグロンはイギリス及び、ノルウェー海の港を訪問、9月から12月まで、 対潜水艦船演習に費やした。また、調査任務を継続し、イギリス海軍の潜水艦グランパスと共に1972年前半活動し、東、大西洋でのアメリカ・イギリス共同の海洋調査に参加した。1973年及び74年には、スプリングボード作戦に参加し、しばしばカリブ海で活動した。 ニューロンドン潜水艦基地に経流中の1974年10月25日に、ティグロンは収益30周年を祝った。東海岸での調査活動は1975年まで続けられ、3月のバミューダ訪問やニュージャージー州、ジャクソンビル、アトランティックシティでの航空機部隊と共同での活動も含まれた。5月5日、ティグロンは不活性化の準備に入り、 1975年6月27日に、コネチカット州グロトンの海軍潜水艦基地で退役した。退役当時ティグロンは、アメリカ海軍における最古の現役潜水艦であり、第二次世界大戦で戦闘に参加した最後の潜水艦であった。ティグロンは、同日除籍され、その後1976年10月25日に、 標的艦として、怪没処分された。ティグロンは、第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。